ちゃん何が好き？ん？食べ物？うん。チョコパイ、グラタン、ハンバーグ、ポッキー。赤ちゃんみたい。え？大人っぽいでしょ。グラタンなんで赤ちゃん食べないよ。いや、グラタンって可愛いよね、みんなね、ほら可愛いって。どうせ何食べてても可愛いって言うんでしょ。子供らしくて可愛いってね。いや、グラタンは大人の食べ物です。いやいや、グラタン絶対子供の食べ物だよ。いいえ、違います。グラタンは大人じゃないと食べられません。いや、そんなことありません。子供じゃあのマカロニ喉に詰まります。そんなことないよ。チーズも熱くて食べれません。ちーちゃん、え、ちーちゃんグラタン食べれるでしょ。うん、ほら、子供じゃん。いや、子供じゃないです。食べれるじゃん、よかったね。ハンバーグもね、あれだよ、うん、ハンバーグとオムライスもさ、うん、ちょっとケチャップじゃないから。ケチャップ、まつりもケチャップ食べれない、苦手。食べれない。デミグラスだからね。あ、デミグラス美味しいよね。ほら見ろ、デミグラス大人だろ。ほら見ろよ。デミグラス大人かな。うん。え、ケチャップが子供なんだよ。オムライスもケチャップが子供ね。え、ピーマン好きか？食べれるよ。食べれる。あ、そうなの？うん。偉いね。え、ピーマン食べれないの？偉い。ピーマンあんまり食べれないの？うわ。好きじゃない。ね、ゆきおさん。はい、いっす。もうちょっと大きな声で喋って。え、もういやいや。入れるなら、なんか入れるなら、いやいやいや、合いの手入れるんだったら。まあ一番いい合いの手してたじゃないですか。めっちゃ気持ちよかったでしょ。オウムだったけどね、オウム。会話めっちゃ気持ちいいでしょ。俺、そういう才能多分あるんですよ。めっちゃボソボソ。相づちうまいねって言われるんですよね。誰に？相づちじゃないじゃん。リスナーさんに聞いて。繰り返してるだけだけど。ゆきおさん、どう思います？うまいですか？ゆきおさんのコメント見に行くわ。ゆきお、お前って言われてたからもそういうことだよ。いやいやいや。お前言うな。あ、お前って言われてる。グラタン談義はちょっと僕なんとも言えないですけどね。まあちょっと小学生が好きな食べ物。そうですよね。うん、じゃないかなっていう。そうだよね。あ、ね、ほら、ゆきおコーチもそっち寄りの人間ですか。いや、どうなんですかね。小学生が好きな食べ物はハンバーグ、エビフライだろ。でもさっきハンバーグ好きって言ってなかった。いや、ハンバーグもボケツ言ったよね。違う、ハンバーグは全国共通。言わないじゃん、言ってたよ。違う、ストップ認めたね。違う、ハンバーグは違うの。ハンバーグはみんな好きなの。ボケちゃったな。みんな好きなの。大人も子供もなの。子供はケチャップなの。そうだね、じいちゃん。そうだ、みんな好きなの。まあね、まつりもハンバーグ好きだけども。んでしょ。笑った。今のははめられたな。いや、自爆だろ。自爆してからだ。これは自爆だろ。怖いな。3000回愛してるぞー。